レミ。ええな、ええな、こっち、そっち行けない。うちのお化け屋敷だよ。ママも行くよ、みんなで行くよ。ママと一緒に行くよ。もう帰る。帰る。やっと車を止めれたよ。もうどこだ。もう1時間半ぐらいさまよってたじゃん。どこに行くの？わかんねえ。どこだ公園？いるぞ公園。随分遠いね。入ってこれねえんじゃない？あのタワー見せるし。ああ、あんだけど。入ってこれる？どう思いますか？大丈夫かな？すごいね。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 毎年何しに来た？何しに来た？ふざけんなよ。桜見に来たんだよ。ん？興味ないの？ちょっとダメだよ、お前。ここまで来て、お前。手振ればいいや。手振れば。やだ。バーン。みんな桜の写真撮ってるのにスマホで。まあ私は撮らないですか。綺麗ですね。どうですか。どうですか。え？やばいね。人も。うん、ああ、で、坂下ったらな、うん、あやびいるの見て飲んでもいい？え？はい、やる、今日は行くんだべ、うん、お前たち、行ってこい、楽しみにしてたんでしょ。すごいね、人が。どうすんのや、お化け屋敷断念したけど、愚かな者ども。え？たこだ、伊達の高僧侶の始まりから長引くねった迷い道、はい、要所要所に置きまして、はい、まっすぐに堂々と中のおだけになぜなしを包みを願います。おだれだ、おだれだ、おだれだ。どんなお化けが出てくるか、どんな妖怪が現れますか、続いてご一緒にお入りを願います。とはつぶとる本館、いたしたいオール階段、国政階段でございます。妖怪が現れますか、続いてご一緒にお入りを願います。どんなお化けが、どんな妖怪が出てまいりますか、どうぞご一緒にお入りを願います。どんなお化けがお話しできません。おだけとはつぶとる本館、オール階段、国境階段でございます。おお、どこからで来たのお前。あ、そっちか。村が1丁目から7丁目までございます。何？何怖くなかったじゃん。何怖くなかったじゃん。高僧侶の始まり。怖くなかった。前の女の子たちの方が怖かったじゃん。何それ。前たち、前の子に助けられたよ。前の子が、だって前たち前の子についていって、ついていってただけやねんか。バーオーガー。意味ねえじゃねえ。これだもん。ついていっちゃったけどね。あれ？面白い前に行けるんだ。え？面白い前に行ける。まだかよ。何もやばくねえよな。次お前一人で行ってこい。後で。絶対無理。1万円あげる。一人で行ったら。1万円あげる。行く？いかねえのかよ。何やそれ。大谷翔平どこや。あんた大谷翔平名前使っちゅんだね。あやダメだよ、ピッチングゲームって。
やんねえけどな。肌痛めてんだよ。喉やばいんだけど。え？何？喉何？なんで？もう叫んでた？叫んでたの前の人たちじゃねえの？私の噂叫んでたから。誰が？あれ意味が？だってよ。お前たちよりでも、あの前の人たちの方がめちゃくちゃ叫んでたよね。前だからね。え？うん、まあ、まあ、そりゃそうだよ。お前たち、後ろなのにそんな叫ぶことあるわ、して。いい写真が撮れました。変な写真が撮れました。前から言うの、後ろから来たんだって。いや、後ろからも来る場合あるんで、それは。一番後ろ怖くなさそうだなって思って来たんだろうね。なんじゃねえ。卑怯者って来たのよ。逃げやがってって。前のやつに助けられやがってみたいな。お前、子供料金で行けばよかったのに。まだ行けたよ、お前。中止になったばっかだべ。小6だって行けばよかったのに。そういえば、あ、失敗したな。2人で1600円だよ、ターゲット。あんな叫んだの初めてだわ。あの人の叫ぶ声聞こえた？で、周りの人の叫ぶ声しか聞こえてねえってだから。それ食ったら、桜見に行くか。そこにあるんだ。え？そこ。いやいや、これは違うよ。うさぎの桜はこんなもんじゃない。こんにちは。こんにちは。全く興味ないだろう。うん、何をこういう時に絶対スマホとかで写真撮らねえよな。写真とか動画とかみんな撮ってんのに。すごいね、ずっと続いてますよこれ桜が。ね、大丈夫じゃない？なんだろう。これは写真撮るの撮る。これいいねでも。陽気そう見。いや回せるよ。それセアドセンスに回せます。反射してるよ顔は。まあ私あのちっちゃい頃ちっちゃい頃あの有料の あそこに。来たの覚えてる。覚えてない。あの夜桜見に来たの覚えてる。覚えてない。覚えてない。夜桜見に来たの。覚えてない。お前なんか毛布マンになってたよ。覚えてないの。うん、最悪だね。バカ者だ。シナ。シナ。すごい。素晴らしい格好してるね。あの動いてるけどなんか表情変わんねえ。だるまみてえだ。というわけで帰ることになったわけですけど、帰り道ちゃんと覚えてますか？覚えてる。大丈夫ですか？もうちょっとでライトアップされて夜桜を楽しめるんだけどね。前みたいに。あ、最後あれ飲みてえじゃん。最高やん。ようやく出れるようです。とりあえずね、公園から。問題ここからだ。どこだ。ほら、こういうのも綺麗でしょ。うん、わかんなくなったけど、ほら、これから満車の駐車場で待ってる人たちもいるんだ。夜桜を見るために夜桜忘れちゃったか、お前ら。まだ待ちちゃったもんね。えあんなそっち近かったっけ。あ、近くね。あ、こんな近くねえよ。ちょっと迷ったね。やばいね、これやりました。着きました。あれ、鍵閉め忘れてっちゃうし。え、嘘。まあね、とりあえず、あ、鍵閉めてねえし、何やってんだっけ。というわけで、無事、着きました。
ルートを長くすることで、疲れたね。通過道路を、あれ動画撮ってないまで終わってたね、うん、このパーキングの、まあパーキングの名前見てなかったのも悪いんだけど、ルートを長く動画にたまたまパーキングの名前載ってたから、通過道路を指定できます。やばかったわこれ、わかんないもんだね。それで帰るよ。もう帰るの、うん、どうして、うん、なんかそんな怖くないだろ。